浮キ寺シテラウキイシデ不足差は大韓民国中世南道随山市にある仏教寺院である。宗慶衆の第七教区に属し、修徳寺の末寺にあたる。現在は宗慶衆の寺だが、もともと浮キ寺シは下言衆の寺だった。李氏朝鮮の時代、大宗による千四百七年の仏教弾圧の際、存続を許された八十八寺院の中に浮キ寺シの 名前はない。清掃による1424年の仏教弾圧の際も存続を許された36寺院の中に浮石寺の名前はなく、少なくとも15世紀初頭は廃寺だった。2012年10月に観音寺の観世音菩薩座像が韓国人窃盗団に盗まれた。後窃盗団は韓国で逮捕され、仏像は警察に押収された。 完全音母殺座像は、像内から発見された文書に、駒マコクズ遺衆、ウ天略三年などの記述があった。このため浮石寺は、この仏像はもともと、浮石寺にあったのを日本が略奪したのだとして、日本には返さず浮石寺に返すよう求めた。2013年2月26日に、韓国の大田地裁は、日本への返還を差し止める仮処分を決定した。 観音寺の田中節高前住職は、仏像は、李氏朝鮮時代の仏教弾圧から守るために、津島に持ち込まれ、大切に守ってきたもので、韓国人から感謝されることはあっても、略奪呼ば割りするとは、開いた口が塞がらない、と語っている。津島市では、市の人口の約半数の1万6803人分の仏像の早期返還を求める署名が集まっている。 和光に略奪されたと主張しているが根拠について、浮石寺は、根拠を示す、鑑定書は仏像を失った時に、思い出すのが悲しいので捨てたという。津島の盗難仏像判決、産経新聞2017年1月27日、韓国裁判所、仏像の日本返還認めず、津島で盗難日本経済新聞2013年2月26日、韓国人に、 感謝されても、長崎、津島の仏像返還差し止め問題で、観音寺、全住職、三景新聞2013年2月28日、仏像盗難問題、津島市長が返還求め法官へ、読売新聞2013年6月16日、ジャカスト窃盗仏像代わりに、マスコット人形、返還拒否の韓国僧侶をふざけた来日テレビウォッチ2013年3月15日、 ありがとうございます。